レッツシュタットレッツシュタットは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のマインジュペッサルト軍に属す町村である。この町は、セェリンゲン行政共同体に加盟している。レッツシュタットは、マイン側の横谷にあたる、レッツ川沿いに位置している。レッツシュタットは単一のオルトシャフトからなる。また、ゲマルクングもレッツシュタットのみである。レッツシュタットという地名は、 レッツバフ派でマイン川に合流する小川レッツバフ派川に由来する。この町は様々な古地図や資料に以下のような表記で記されている。この集落は8世紀半ばにレッキシュタートという表記で初めて文献に記録されている。レッツシュタットはフランケン帝国クライスに属するビュルツブルグ市教領の一部であり、1803年に世俗化されてバイエルン領となった。 その後、プレスブルクの和訳により、トスカーナ大公フェルディナントが創設したビュルツブルグ大公国に移されたが、1814年にバイエルン王国領に戻された。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の自治体例により現在の自治体が形成された。1988年から2018年までの、 間にこの町の人口は1553人から1555人へ、2人、約0.1%増加した。2008年5月1日からカール・ゲルハルトが、この町の町長を務めている。彼は2020年3月15日の選挙で92.3%の票を獲得して、さらに6年の任期を得た。ゲルハルト以前の町長は、以下の通り、 レッツシュタットの町議会は12議席からなる。レッツシュタットは以下の町と姉妹自治体関係にある。ズンガラ、基部は銀字に赤いアンドレアス十字。主部は青字に銀のワインガス作クキ公式統計によれば2018年6月30日現在、レッツシュタットで働く社会保険支払い義務のある就労者は74人であった。 これに対してこの町に住む社会保険支払い義務のある就労者の数は合計693人であった。また、2016年に40件の農家があり、農業用地の面積は1322ヘクタールで、このうち1121ヘクタールが農耕地、134ヘクタールが牧草地などの緑地であった。80ヘクタール以上の土地でブドウが栽培されている。 2000年にレッツシュタットはエキスポ2019の外部バイエルンプロジェクトの一つテレドルフレッツシュタットとして参加した。レッツシュタットは田舎の地域発展に対する情報、コミュニケーション技術利用のモデルタウンとなった。この町には以下の教育機関がある。ありがとうございます。